トミーじゃなくと、カイトと、オスロ、モチです。はい、ということで、今回もボードゲームをやっていきたいと思います。よし、もう3本に1本ボードゲームが来るという。多いな。もはやボードゲームチャンネルなんですけど、はい、今回やっていくのはこちらの、カルータというボードゲームをやっていきたいと思います。はい、おうおう。想像がつきませんね。こちらはですね、まあ、J-POP カルタと書いてある通り、歌とカルタの融合したボードゲームでございます。面白そう。まあ、こちらにカルタの札がありますね。まあ、このカードは熱いというワードが入っています。よく J-POP に入ってきそうな単語を書いてあるカードが100枚ありますので、それをこう場に並べます。で、順番に自分の好きな J-POP ソングを歌っていって、ここに並んでいるワードが出た瞬間に、ガイッていう風に取るっていう。その歌う人は歌う人専門なの？そうそうそう、歌う人は歌う人専門。なるほどね。なるほど、面白いね。面白い。これは面白い。質問いいですか？はい。さっき札を見た時に、この右上の数字が別々なんです。1とか4。あ、はいはいはい。これって何ですか？これはポイントです。今回のカルタは、1枚1点じゃなくて、右上に書いてある点数分点がもらえる風になってます。ああ、なるほど。で、詳しくは書いてなかったんですけど、おそらく点数が高い方が、その希少ワード。ああ。これなんか、このマークのカード3枚でプラス10点とか多分あれでしょうね。この王道なやつを3枚取るとこうなんかボーナス点がもらえる的な感じかなと思います。というわけで今回はカルータです。やっていきましょう。はーい。声じゃあ準備できたので、まず1番手もっちくん、いい声で歌ってください。いい声でかぶってんだよ、発言がよ。ボサ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 。いいよ。すみません、一つ質問いいですか？ダメです。いけまーす。君を忘れない。おいあったあった。で、歌い続けて、バンって感じ、みんな。3枚取られたら終わりにしよう。はい。いいですか？はい。幼い微熱を下げられないまま、似合わない僕を届けた。君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと笑っていてほしい。ないない、ないんだよ。ないね。守備がうまい。ポイントなんねえのか、歌って。そうだね。いきまーす。はい。笑顔が止まらない。踊る心止まらない。あー惜しい。惜しかった、今。はい。続き。はい。動き出すよ。君の元へ。走れ、走れ、走れ。いいな。ずーっと。はい。同じ電車で見るたびに話しかけることもできなくて、いつもと。よーあなにプロじゃん。ずっとといつもの2点2点。おお。心の1点ですね。結構アイドルソング良くない？いいね、結構出るね。はい、行きます。はい。Every day, every night. 君を思ってばかりでどうにかなりそうなんだ。僕にしかできないことがある。花束の顔にメロディーを抱きしめる代わりにこの声を僕を見つめて。ないよー。よし、花3点です。3点でかいの。でかいね。でかい。ミスチルじゃな。ミスチルミスチルじゃな。ミスチルな。怒られそうだな、真似したら。桜井でーす。怒られる。怒られる。それは怒られる。いきまーす。はい。じゃあ桜井さん下ろして。桜井さん下ろす。優しさの死に化粧で
ありがとう。ちょっと詰まっちゃった。さよなら、もう。さよなら。マジか。僕らにはもういらない。もう。ああ。終わった。早い。早いぞ。ありがとうの5点です。あれ。さよならの4点。もうの1点。守備下手か。いけないだよ。なー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 。なな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 な